見てわかりますけども、袴を履いてますね。袴を履くっていうのは有段者ということです。初段にならないと履けないということです。はい、どうぞお願いします。3組出てきてます。正面打ち、横面打ち、突きっていうことで3種類の形でやってます。そしてなおかつ今一番前でやってる方は座ってやってますね、同じことを。そして真ん中の2人は片方が座っていて打っていく方、受けを取る方が立ってやってますね。同じように正面横面ということになりますね。いろんなところから通ってる方ですね。一番前の座り技でやってる外国の方、今現在来年の6月まで宿道場で打ち弟子という形で住み込みで朝5時から夜の10時ぐらいまで合気道三昧ですね。朝5時に起きてまず掃除をしたりして、合気神社の境内の掃き掃除をしたり、あるいは神社を開けたりですね。そして、午前と午後いろんなことをやってます。21歳の青年ですね。なかなか頑張ってます。まだ白帯ですけれども、初段ぐらい取ってね、来年の今年の6月までやってますからね。こちらにいる白帯の男の子は今高校3年生です。スポーツ少年団でやっていて、そのまま高校でね、時々しながらやっていて、現在頑張ってますね。はい、どうもありがとうございました。